帝道殿後部31年8月26日は、高麗末期から朝鮮最初期の政治家、同学者、字は宗行、郷は未部。父である、帝雲系は、ただし宿王の知性に任官してから、いろんな地方官を受け持った官僚で、1359年行部省書に任命された。帝道殿の故郷である、中西北道の丹陽軍には、 彼の出生にまつわる話が伝わっている。伝説によれば、帝運慶は占い師に10年後に結婚をすれば、生まれた子は最小になるであろうと予言された。帝運慶は、その予言を信じて10年間今後3で収容をした。そして家に戻る途中、にわかに雨に降られ、島深み部の草案に死宿した。そこで、牛の少女に出会い、帝運慶はその少女をめとった。 そして生まれたのが、道伝であるという、父のとも職を師として、学問を学んだ。1360年科挙に合格して1363年管理となるが、1375年、県診利人死人などの親元、反民の政策に反対したために流刑に処される。流刑生活の中、申しの影響を受けたとされる。1377年、流刑生活が終わって、 学問研究と教育に携わり、1383年里、成形の幕僚となる。この時東北面の李成形を訪れ、彼の軍勢を見て、見事な軍勢でございます。さぞどんなことをも成し遂げられましょうと言った。驚いた李成形が、そのどんなこととはと聞くと、道電は知らぬふりをして、東南のワコを打つことにございますと答えた。 以下島海軍を経て1389年、マサ王を廃して、京女王を擁立すると後進として封ぜられるが、1391年、再び流刑に処された。1392年釈放されるが、その年4月に、李成刑が有料中に落馬して負傷するという事件が起こった。後ろ盾である、李成刑が療養中の隙に、テーム州などが、 家風が不上で家計が不確かだと断劾して、サンド流刑に、処された。リカオルエンが、テイム州を暗殺すると釈放されて、同年7月17日理政権を王に衰退した。朝鮮国が建国された直後、すべての権限は、帝道殿に集中した。その権力は国王である大層をしのぐとさえ、言われるほどだった。彼は、開国一党更新と認定を受けて、 文下二郎三世寺、半都議義史史、半古総紀、半名を随筑紫、不問閣府都市学史、地京むしろ芸文春秋漢字、半吉岡三軍富士など、ほとんどすべての養殖を兼職、または歴任した。半寸仙都の以後、宮戸創病の位置と称号、門の称号を定め、朝鮮境国天を表して、法政等の基礎を作った。物資雑を表して、 高市樹そもそも仏政策の理論的基礎を確立した。軍事的には、吉沖三軍府の司令官として、軍政を改革し、高来後期にほとんど紙幣化した軍隊を段階的に、川まかりむかして帰属させた。また、人法を新たに作り、軍事たちに厳格に徹底させた。このような軍事政策は建国直後から推進された。短期的には、 国防力を強化させることが目的だったが、長期的には有事の際に民に対抗するのが目的だった。頂点にあった帝道殿は王朝創業後主席でよく、劉邦が長領を利用して王朝を創業したのではない。むしろ長領が劉邦を利用して王朝を創業したのである。と言って、大祖と自分の関係を劉邦と長領の関係になぞらえた。 政治的には個人である国王がすべての実権を握るよりも最小を中心とした次第部が軍事、財政、人事などを掌握し政治をリードすべきであると主張した。そのため強力な王権こそ社会の安定をもたらすと考えるリカオル園と対立した。大祖は経費講使との間に生まれた当時わずか11歳の末息子、カオルヒロシを大使に指名し、 政権樹立に功績があったカオルエンを遠ざけた。民を刺激するであろう両党出兵を計画したが、1398年、政敵であったカオルエンの軍勢に殺された。帝道伝の時制の区はであった。李カオルエンの政敵だったことから長い間、反逆者として扱われた。しかし1791年、帝道伝の学問を再評価した、清祖の命で彼の文集である。 未武州が再刊行された。1865年、沖ノリ大院君が慶福宮をおも立てしながら、関容の設計者であり、慶福宮建築を指揮した帝道殿の伊佐尾尺を回復させ、1870年、踏み乗りという死後を受けた。しかし、性的乗オルエンやその進化たちにも帝道殿の業績自体は認められており、帝道殿の政策の多くは、大層 リカオルエンによって実現した。そして三人の息子の中二人は、父と一緒に殺されたが、着難の帝通は下船の水軍に落とされたものの、一命を取り留め、後で人々の嘆願により、神と身分を回復し父の著作を集めて、身部衆にまとめている。これは、帝道伝の罪状が国家に対する反逆ではなく、王族を落とし入れようとし、 着難と諸子の区別を乱したという曖昧なものであり、一族皆殺しには至っていないおかげである。また、朝鮮の法律や当時の常識からすると、反逆者にしては極めて異例の穏便な処置であり、リカオルエンが、帝道伝を認めていた証拠の一つとも言える。2005年の武源大統領は、KBS の番組に出演し、帝道伝を見習いたいと語った。ありがとうございます。